はじめまして、新人声優の大野翔健です。はい、お願いします。監督の上島です。上島監督だっすけ。あー、知ってくれてる？もちろんです。僕、白のソルジャー大好きなので。あー、ありがとね。はい、じゃあ早速アフレコしていこうか。はい。あ、でも僕まだ台本もらってなくて。あー、ごめんごめん、ちょっとギリギリまでセリフ悩んでて、さっき台本完成したばっかなんだよね。事前に渡せてなくて申し訳ない。わかりました、大丈夫です、ありがとうございます。で、今回なんだけど、ちょっと新人声優の勢い感じてみたいから、読み合わせなしで一発で撮っちゃおうか。え、いきなりですか？うん、大丈夫大丈夫、大野くんの大好きな気持ちをぶつけてくれれば。わかりました。はい、じゃあ早速撮っていこう。はい。大野くんは主人公の兄ビルガー役ね。存在だけずっと匂わせてきたけど、満を持して初登場。主人公の兄役、光栄です。よろしくね。うわ、山村さん。はじめまして。いきなりレックス役の山村さんとできるなんて恐れ多い。よろしくお願いします。リラックスリラックス。はい、じゃあ撮ってきます。久しぶりだね、レックス。兄さん、大きくなったね。そして強くなったね。おお、うまい。しっかり役を掴んでる。これは大型新人だ。会いたかったよ、兄さん。今までどこにいたんだよ。タイミングを見計らっていたんだ。ブラックビーグルとの戦いでお前は大切な仲間を失った。兄さん、あの戦い見てたの？ゆかり、銀次、二人の偉大なソルジャーの死は大きな意味を持つ。すごい感情こもってる。とがきにはないけど、いい芝居だ。二人の死によって町の人々は混乱し、二人の死によって二人の死？どうした？ゆかりと銀次、死んだの？一応待って。あ、カットカット。大野くん、どうした？ゆかりと銀次死んだの？ブラックビーグル戦で？一応待って。落ち着いて。知らなかったの？知らなかったです。僕まだ4話までしか見てないんですよ。あー、そうなの。テレビでやってるところまで。これ今何話ですか？8話。8話、ネタバレやん。ネタバレって、いや、これ仕事だから。漫画とか読んでないの？読んでないですよ、めちゃくちゃなアニメファンなんです。あー、そうなんだ。でも気取り直して、時間ないからもう一回取るよ。受け入れられない。はい、じゃあ1個前のセリフからね。ゆかり、銀次、2人の偉大なソルジャーの死は大きな意味を持つ。いいぞ。二人の死は無駄にしない。俺はブラックカンパニーを根絶やしにする。覚醒したホワイトグングニルの力で。ホワイトグングニル、ホワイトグングニル。どうした？ホワイトグングニル使えるのか？あれって白夜一族しか使えない武器だよね。はい、カット。オノ、そんなセリフないよ。どうした？レックスって白夜一族なの？あー、4話までだとまだ出てないのか。ホワイトグングニル使えるの？そうなんだよ。ホワイトグングニルの覚醒でブラックベアを倒したんだよ。ブラックベア倒したの？それもか。ネタバレやん。いや、仕事だから。くそ、ブラックベア敵だけど結構好きだったんだよな。市場がね、入りすぎちゃってるけど。はい、じゃあとりあえず続きいくよ。ホワイトグングニルの第二覚醒には程遠いね。でも兄さんさえいれば、兄さんと二人ならもっと強くなれる。それはできない。どうして？俺がブラックカンパニーのボス、ブラックブラックだからだ。ブラックブラック。あー、やばそうだね。あ、この絶対取り乱すね。めっちゃこれ大事なシーンのネタバレになっちゃってるからね。悪い。頑張れ。お前は耐えろ。そういう運命なんだ。あー、でも逆に演技としてありかも。なんか含みのある言い方になった。さっきブラックカンパニーを根絶やしにするって言っていたな。無駄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 。俺が必ずお前の息の根を止め。どうした？止めろ。止めない。はい、カット。セリフ変わっちゃってる。止めれないです。変わっちゃってるから。止めれない。そういうセリフだから、絶対お前の息の根を止めないって。意味わかんない文章になっちゃってるから。だって僕レックス大好きですもん。関係ないよ、市場挟まないで。めっちゃグッズ持ってますもん、コンビニくじ A 賞のレックスフィギュア取るまで6万使ったもん。ファンすぎるから。息の根止めたくない。やだ、息の根育てる。息の根育てるって何？はい、時間ないから息の根のとこからもう一回。俺が必ずお前の息の根を止める。あ、カット。どうした？そんな嬉しそうに言うセリフじゃないよ。いや、ちょっと僕めっちゃ大役もらってるじゃんって思っちゃって。あー、時間差で大役なことに気づいたんだ。ネタバレに振り回されて今までピンときてなかったんだね。すいません。はい、もう一回続きから。クソ野郎が。え、クソ野郎。ダメだ、お前のせいで銀次もゆかりも死んだんだぞ。クソ人間、ゴミ人間、どの面下げてきやがった。ひどいこと言われて泣いちゃった。ファンだから。泣くとこじゃないけど、愛か。あー、待って。いや、
ここは合ってるかもしれない。実は兄ビルガーは本心で弟を苦しめてるわけではないんだ。そこにはもう一つ理由があって、兄弟の目的は実は同じで。レックス、一つだけお願いがある。いいぞ、このまま行っちゃおう。レックスのフィギュアにサインください。はい、カット。声優交代ありがとうございました。